はい。太平記ハイライト第72回お送りします。いよいよ、この日が来てしまいました。五代醐天皇の皇御です。えー、延元元年、正しくは延元4年1339年の8月、五代醐天皇は吉野で病床に付しています。えー、病状は悪化して、祈祷の甲斐もなく、薬石の甲もありませんでした。 日々衰弱して臨旬を間近と思われたので応答、えー、の中雲宗相が御枕元に近づいて、えー、その袖を涙に濡らしながら帝にお伝えしたんですいろいろと心を悩ますようなことがなければもっともっとあの帝の世は続いたはずだということですねでもきっともう その時がやってきてしまったのだと。まあ、そう、僧侶の役目がありますから、えー、何を言ったかというと、今は早は、天使の屋来を捨てて、悟りの境地に赴きなさるべき恩子とご決心くださいますようにと。次に、臨終の一年は、英語の罪を引くものだと教門に説かれておりますので、ご臨終の後の、 御ことでお心にかかりますようなことはすべて仰せ置かれて、もっぱら死後浄土に生まれるお望みだけをお心におかけくださいますようにと。すると、五醍醐天皇は何と答えたかというと、苦しそうに息をつきながら、祭祀人宝旧王位林明寿、常自不遂者。 大切な祭祀・陳法をさらに多いすらも死ぬ時にあの世に連れていけない。これは釈迦の尊い言葉で常日頃我が心に刻んだ言葉だった。だから、真の勃公の死に際して三人の両親が遵守したこと、私、ま、皇帝は自分の墓に宝物を一緒に埋葬させたこと、この子どちらも自分は望まない。何を望んだかというと、ただ何度生まれ変わろうとも永遠の迷いの執念。 もう年ですねとなるに違いないのは朝廷に反逆する輩を絶滅して国を平和にしようと願う一年であるそこで自分の死後は第七宮範吉親王を即位させ懸命かつ忠義なる神家たちが所持万端を取り仕切れまた新田義貞義介の忠義の功績を称えて2人の子孫に府中の言動がなければ天皇の手足となる忠臣として天下を鎮め守らせよこのことを思うからこそ 我が骨は吉野山の苔に埋もれるとしても、我が魂は常に皇居のある北の空を志すのだ。我が子孫がこの命令に背いて忠義を軽んずるならば、天皇も行為を継ぐべき天皇ではなく、進化も中絶を尽くす進化ではない。と、詳しく遺言,言して左手に法華経の第五感を右手には漁権を取って、8月16日午前2時頃、天皇はついにお隠れになったというの さすがに、えー、従前の天使ですから、ものすごい形相して亡くなったとは書いてはおりませんが、この、えぇ、ー、忘年を抱いて恨みに思って亡くなるというのは、すぐ先のところで、えー、出てきた欧州の勇気 元首を思わずにはいられないです。えー、全然その、せっかく全てを捨てて極楽浄土にと僧が導いたにもかかわらず、後醍醐天皇は、府中の者たちが憎いということで、亡くなったわけですよね。 なん一介の,1階の、えー、武士と同じようなことを望んで亡くなってったというのがやはり太平記の描くこうテーマの一つ、まあ、人間のその業みたいなものですよねこうしたものが天皇にもあったというのはやはり驚かざるを得ませんしこれ私があの研究してるあの鎌倉時代末期の一編 一辺ひじり絵の中にもこう人間の業みたいなものがすごく描かれていてそれでも救われる方法はないのかといった時に一辺はその念仏を唱えるだけでいい踊ってそれであの信じることも捨てていいんだってところまで至ったのかなと思ってしまいますただその後醍醐天皇っていうのはこの後 えー、日体四佐だとか楠木正成とともにまた違った形で出てきますからやはりこうただそれだけではない人間の業のこう参じていくというかその消滅する在り方というのがどこかにないかというのをやはりこの時代の人々はどこかでこう常に心に留めて。 極めて行きたい、あの、本当のところがどこにあるのかというのを、語に悩ませながらも考えていたのではないかなと思います。えー、本文で言うと、えー、ただ、症状ゼぜの猛念となるべきは、朝敵をことごとく滅ぼして、司会を太平ならしめんと思うばかりなりと。 で時々ちくりちくりと、えー、後醍醐天皇のことも批判していた太平記の語り手筆者なんですが文武に優れた帝っていうのは後醍醐天皇の他にはなかったと。あなんと悲しいことだって天使は北極星のように高く輝き初心が群生のようにお仕えしているけれど自然の旅路にお供する神官一人もいないどうしようもないのだ。 皇居の吉の山は高く険しく、軍兵が雲河のように追い守っているけれども、無情の死を防ぐ兵士は一人もいない。そういうその書き方をしている。ただ、もう、あの、鳥とか草とかそういったものですら、帝の死は悲しんでいるんだということは、語ってやまないところです。 で体操の儀は天皇の遺言に従い臨終の姿そのままに棺に収め吉野山の麓祇王堂の北東の林の奥に遠宮を高く築いて北向きに葬った。旧心皇妃たちは夜空の月を仰いで悲運を嘆き、冷たい夜風にさらされながら帝との別れを惜しんだ。とあるのですが、えー、ここでまたあのこうダウンしてしまうんですが、 後醍醐天皇が崩御した後の南朝方というのは遺言,言通り七宮範をの方が新帝後村上天皇のくらにつきますえ常ならば神聖壮麗な大義が営まれるのですがえ雲深き吉野の皇居なので三種の神器の,みの,あの三種の神器の成就のみという略義だったと。 新廷のもと南朝は政務全般を北畠近房が取り仕切り北国の脇屋義介九州の金吉親の、欧州の北畠秋信らに亡き後醍醐天皇の遺着を伝え犠牲、えー、に邁進するように求めた、まあそうはいえどもなかなかに人の心というのは <laughs> 移ろいやすいもので えー、天下皆真ミの掌握に落ちぬべき世,の中世となりぬとあじきなく覚えけるにやと、ま、たすごい長いことを付き従ってた進下まで、えー、吉野を去っていって吉野は瓦解寸前だったということも語られていますそこで吉野義王道の修行吉水本院宗信 これは最初にあの、後醍醐天皇が吉野にあの逃げてきた時も、まあ、先にその帝を守りするということを誓った人ですけれども、なぜこの意志に背くことがあるんだと。まだまだ、あの、先に申したような、中心たちがいるのだから、頑張らなければいけないということで、えー、おやつぎの君、 から諸国へ臨時を下すようにということで励ましたといったこともあります。それではまた次回。